都内でインフルエンザの患者が増えていることから、東京都は30日、インフルエンザの流行が始まったと発表し、こまな手洗いの徹底など予防を呼びかけてい。東京都によりますと、今月26日の1週間に都内419の医療機関からされたインフルエンザの患者は1つの機関あたり 1.86 人になりました。このため、都は流行開始の目安となる1を超えたとして、30日、都内でインフルエンザの流行が始まったと発表しました。都内ではすでに学校や福祉施設、都でインフルエンザとみられる集団感染、合わせて95件発生し、58の幼稚園や学校で学級閉鎖などが行われたということ、また、一つの医療機関あたりの、者の報告数が最も多かった世田谷区は、疑応注意報の基準となる、10に近い9、64人となっています。インフルエンザ、例年12月から3月にかけて流行し、これから本格的な流行が予想されることら、人はこまめな手洗いの徹底や咳なの症状がある場合は、マスクを着用するな、予防を呼びかけています。